今夜あなたは伝説を目撃する。来るからね。あ、相手燃えてる燃えてる。チャンスチャンスチャンス。いけ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 。やれ、いけいけ。あったぞ。火炎瓶46本の恐怖、こんがりによるこんがり大作戦。こんにちは、こんがりです。皆さん、少し前にアプデで火炎瓶が強化されたのはご存知ですか？僕は思いました。クラシックだと火炎瓶の持てる数少なくね？なので本日はメトロロイヤルで最大限バッグの容量を増やして火炎瓶のみを持ち込み敵に立ち向かおうと思います。それでは早速火炎瓶購入していきましょう。46万円購入。やべ、やっちゃったよ。もう46万って。で、これをバッグに入れます。あれ、容量不足。44ならどう？あれ、容量不足。いや、嘘だ。いや、おかしいおかしい。30だったら絶対入るけど。え？は？え、なんで？はい、というわけでなんとか入れることができました。やばい、これはいかつい。いやー、こんがりの名にふさわしい装備で立ち向かっていきましょう。はい、というわけで、まあマップに入ったんですけど、なんかね、火炎瓶のところ見てください。2って書いてるんですよ。今44。え、これ46っていう表示にならないの？この2ってなんかしょぼいんだけど。え？いや、2って、いや、これ嫌なんだけど。いやー、なんか思ってたのと違うな。46っていう表示が見たかったんですけど、これ多分ロックボックスに入ってる2本がこの2って出ちゃってるんで、まあ、これを捨てればいけるかなと思います。いやー、まあ、今回はね、この火炎瓶46本を使ってね、まあ、敵をこんがりさせに行こうと思いますんで、皆さん応援お願いします。いや、これ2本な。捨てるか。もう2本投げちゃうわ。いやー、開幕ののろしが上がっていく。やべえ、44本になりました。この表示見てください、皆さん。わかりますか？ちょっと見えないかな。というわけで、まあ今回作戦があるんですけど、ファームのね、近くにあの帰還ポイントがあると思うんですが、そこを待ち伏せして、そこに火炎瓶投げる作戦ですね、今回は。で、まあ慎重に行きましょう。いやー、怖い、かなり怖い。これ負けたらね、46万。あ、来た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 。敵が一人でやってきました。いやー、あいつ一人かな。仲間が見当たらないので、これチャンスですね。とりあえず周りいないんで、ついてきますか。いやー、楽しくなってきた。1対1ならね、全然勝てると思うんで、まあ、今回強化された火炎瓶を最大限使ってね、やっていきましょう。あいつ逃げたな。いや、気づいてないの？これ僕の足音入ってると思うんですけど。
いやまあ気づいてないならありがたい。このままあいつが漁ってる時に宝箱やっちゃいましょうか。は？あいつ見てる見てる。あ怖っ。あいつなかなか作詞ですね。いやバレてたか。でもねもうしょうがない、これは詰めるしかないな。バレててももうしょうがないっすわ。いやくらえ44本の火炎瓶、こんがりの火炎放射、いっけ燃えろ。いや相手これビビるだろうな。もうどんどん行きますぜ。おい火炎放射行け、行け行け、倒せ倒せ倒せ。もう無限に降ってくるからね。あ相手燃えてる燃えてる。チャンスチャンスチャンス、行け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 、やれ行け行け。あったぞ核キルだ。よっしゃ燃やしました、見事に。無事燃やすことができました。いやうんまグローザ改良。いやまあ精密が良かったけどまあいいでしょう。いやうめえ。いやいつになったら敵くんのこれ。もうもうかれこれ10分ぐらい待ってんだけど、ここでえもしかして今回ここで、あ来ました。長かったマジで、もう10分間ひたすら喋ってて、まああとはですねあいつが帰還ポイントで帰還するのを待ちましょう。は？いやマジか。いやボットふざけんなよ、これ絶対バレた、届かねえし。あやべ予定が狂った、やっちまった。もうぼーっとふざけんなって。すまん皆さん、クローザー使うの許してください。もうこれバレたら終わりだよ、もう終わりだって。これ何人いる相手、2人はまだ見えるんですけど。はあま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 あ、火炎瓶で応戦していくまでよ。俺の名前はこんがり、お前らをこんがりするために生まれてきた男だ。やばい超怒ってる。おいおいおい、登ってみれるなら登ってこいよ。このあやべミスった、このこんがりタワーへようこそ。さあおいでませ。ちょっとあのすいません、グローザ使わせてくださいガチで。皆さん申し訳ない。よしまあ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 、一人抜いていけばね。てかあと二人いんのか。ほらこのグローザー様、いや俺はそんなのには頼らない。火炎瓶で応戦するまでだよ。いや囲まれてんのきっつ、場所バレるとねやばいっすわ、複数だからね。おっと、いや今あいつ気絶してなかった。オッケーオッケー、燃えてる、気絶してる、これは勝った、勝ち申したわ。あと一人でしょ、あと一人も。あ何そんなとこにいんの、あっ熱っ熱っ熱っ、くらえ火炎放射。あ、あいつ何やってんの。はい勝ちました、しゃ3人抜いていく。あやべうち1人はクローザーか。はいというわけで期間カウントダウン60秒切りました。まあ、ここまで粘ってたんですけど、まあ、誰も来なかったということで、まあ、今回はこの辺にしてやろうかなと思います。今回はですね3人の敵をこんがりすることができました。で、まあ、稼いだ利益が十数万だと思うんですけど、あれちょっと待って、46万円購入。
いや、30万円の損害。はい、本日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。最後まで動画を見ていただいたあなたのために、本日もプレゼントを用意しました。そのプレゼントは、AWM スチールフロントというわけで、 AWM のスチールフロントを1名様にプレゼントしたいと思います。はい、で応募方法なんですけど、この動画コメント欄にキーワードこんがりサンタマリアを入れてコメントをしてください。あの、皆様の面白いコメントをお待ちしております。というわけで、抽選方法はいつも通りランダム性のアプリを使って行います。期限も特には決めてないんですけれども、なるべく早く渡せるようにしたいと思います。それでは皆様にお渡しできるように、じゃなくて1名様にお渡せ、あーもう